所も素敵だったね。癒されました。ドラム缶をちょっと工夫してあんないい音が鳴るとはね。そもそもなんでドラム缶なんかを楽器にしようと思ったのかな。あれはトリニダー音箱だっけね。トリニダー音箱、トリニダー音箱。カリブ海に浮かぶ小さな島国、国のモットーはトゥギャザー・ウィ・アスパイア、トゥギャザー・ウィ・アチーブ。私たちはそこに滅亡し、共に成し遂げる。かっこいいね。そう。でも、そんな国にも辛い歴史があってね。そこの黒人奴隷の人たちは、昔、差別と貧しさに苦しんでいたのよ。それでも、自分たちを表現するために、どうしてもどうしても音楽がやりたいって言ってね。食べるものも満足にないような環境で、なんとかドラム缶を楽器にしたのよ。すげえ。あんたたちはカンパラ三振も知ってるけど。カンパラ、そういうものなの。国の名前ですか。楽器の名前よ。日本のね。日本の。そう、沖縄。沖縄にね、カンパラ三振っていう楽器が昔あったのよ。それも戦後の後、戦後すぐに沖縄の人たちが貧しくても苦しくても音楽がやりたいって言って空の缶詰で作ったんだって。音楽をやりたいっていう熱い気持ちは万国共通なんですね。私たちの演劇やりたいっていう気持ちも熱いですけどね。今年のキャデーは思うようにできなかった部分もあったけどね。それでもいっぱいみんなで練習方法を考えて工夫したよね。去年の私たちのモットーはできなかったことよりもできたことを数えようだったな。エルゴアスバッツみたいなのがあったよね。それってモットーだ。ねえ、2023鹿児島短文にもモットーってあるのかな。じゃあ、また聞いてみますとね。セットリットお兄さん。はい。2023鹿児島総文にもモットーみたいなのはあるんですか。はい、私たちは基本方針とテーマという2つの言葉を大切にしています。え、2つのあれですか。はい、まず基本方針は紡ぐ、ひばる、輝く。紡ぐ、ひばる、輝く。基本方針とはこの2023鹿児島総文を実現するための基本的な姿勢や考え方のことです。私たち鹿児島の実行委員はこの3つのキーワードをもとに大会を運営し、県外や国外から来る参加者を迎えできるよう準備を進めています。2年前の生徒検討委員の先輩方々が作成してくださり、今も大切に引き継いでいるんです。そしてテーマは47の結晶、桜島の息吹に乗せ紡ぐ文化の1ページです。47の結晶、桜島の息吹に乗せ紡ぐ文化の1ページ。
西田です。永田です。よろしくお願いします。さあ皆さん、ここからはクイズの時間です。その名も茶の湯でポン。第1問停電茶道の走破、表千景、裏千景、その分かれた由来は何でしょうか。丸1、千利休の性格の裏表。丸2、千利休の使用の茶葉の裏表。丸3、千利休の敷地の裏表。すごい難しいですね。どれでしょうね。正解は丸3の千利休の敷地の裏表でした。次男、三男、四男が継いだんですね。三男が表、四男が裏を継いだんですね。それでは次の問題に行きたいと思います。茶の湯でポン。第2問、お茶の効用について当てはまらないものを一つ選んでください。1、疲労回復。2、記憶力の増進。3、虫歯の予防。4、視力回復。これはちょっと分かりやすい問題かもしれない。手を挙げてもらいます。丸一の疲労回復だと思う人は挙手をお願いします。丸二の記憶力の増進だと思う方は挙手をお願いします。丸三の虫歯の予防だと思う人は挙手をお願いします。丸四の視力回復だと思う方は挙手をお願いします。これは分かりやすい問題だったかもしれませんね。正解は丸四の視力回復でした。皆さん素晴らしい。他にも眠気覚まし、食中毒の予防、老化防止にも効果があります。ちなみにいつも飲んでいるのは煎茶です。抹茶は葉っぱを丸ごと粉にするので栄養分が多いですね。それでは最終問題、茶の湯でポン。第3問、停電。茶室に飾らない花を一つ選んでください。丸1、ススキ。丸2、ツバキ。丸3、水引き。丸4、金木犀。どれですかね。丸1のススキもいいですね。理由も一緒に考えてみてください。丸4の金木犀でした。理由は何でしょうね。最近咲いていますからね。正解は香りが強すぎるでした。その他にもたくさんあります。季節感のないようなものは茶室にはあまり飾られません。本日のクイズはすべて県立図書館にて貸し出されます。最後に茶道専門部の活動紹介をしたいと思います。流派を超えて交流をしています。総文祭では団結しておもてなしをしています。全国の仲間と交流をするのも楽しみですね。茶道の神髄である和敬静寂の精神で総文祭を盛り上げます。ご清聴ありがとうございました。続いて小倉百人一首枯れた部分の紹介をします。鶴丸高等学校の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、鶴丸高校百人一首部です。本日は百人一首や私たちが行う競技枯れたの魅力を皆さんにお伝えします。これを機に興味を持っていただけたら嬉しいです。枯れたといえばまず千早振るという作品を思い出しますよね。皆さんご存知の有名な俳優や女優さんらによる
実写映画もとても見応えがありました。あの作品の中で描かれているのが私たちが行う教育カルタです。あの作品を見た皆さんは札を100枚も覚えるのは大変そうとか、実際にあの速さで取れるのなどの疑問を持たれると思います。それではここで普段の私たちの練習風景を短いですがご覧ください。この写真のように1人25枚ずつに分けて並べます。札にはそれぞれ決まり図というものがあります。カルタを始めるとまずこの決まり図を覚えます。例えばこの札はうかという決まり図で、うっかりはげというような面白い覚え方で札を覚えることができます。こうして100枚の札を覚えているのです。そして試合で選び抜く50枚はこの100枚のうちから完全にランダムなので、競技前の15分で暗記をします。先に自分の陣の札がなくなった方を勝ちとします。ここまで競技カルタについて説明いたしましたが、次はカルタの魅力についてお話しします。カルタの魅力は何と言っても頭と体と心を使うことです。何の札がどこにあるかを頭で記憶し、素早い取りをしなくてはなりません。カルタはその競技の激しさから畳の上の格闘技とも呼ばれています。1試合は約1時間半ほどかかるので、最後まで勝敗は分からず、焦らない平常心も大切です。このように多くの要素を必要とするカルタでは、必ず自分の長所が活かせる場面が出てきて、とてもやりがいがあります。またカルタは足が速いとか跳躍力があるといった身体的能力は関係ないので、性別年齢関係なく戦うことができる、それもカルタの一つの魅力です。カルタは誰でも始めやすく強くなれる競技です。現在カルタの人口は決して多いとは言えず、まだまだ人気が高まる競技です。多くの方々にカルタを体験していただき、カルタの魅力を広めていきたいです。ぜひ私たちと一緒に徳島将軍で戦いましょう。ご清聴ありがとうございました。続いての発表は、銀英建築部門の発表です。鹿児島学龍高校1年、川端優奈さんによる独吟です。よろしくお願いします。